高発医薬品、高発医薬品、ジェネリック医薬品とは、先発医薬品の独占的販売期間の終了後に発売される先発医薬品と同じ有効成分で、効能、効果、用法、容量が原則同一であり、先発医薬品に比べて低価格な医薬品である。販売名は、各統一ブランド名称の後ろに財形と会社名、野号となっている。 後発薬、GE 薬といった略称で呼ばれることもある。期限切れになった先発医薬品の特許内容を参考に製造されることから同じ有効成分の医薬品でも後発医薬品は複数存在する。医薬品の有効成分は一般名で表せるので欧米では後発医薬品を処方するのに一般名を用いることが多い。後発医薬品は 先発医薬品の発売からおよそ10年経過してから発売される薬でるため、その間に進歩した最新の製剤技術を取り入れることで、飲みやすさの工夫、使いやすさの工夫などを付け加えている。後発医薬品の価格は最初に販売した時は原則、先発医薬品の7割、その後は薬価改定を受けて、先発医薬品の2割程度になる。 かつて日本の後発医薬品の普及率は欧米に遅れていたが、厚生労働省主導で普及へ向けての政策が進められた結果、日本における後発医薬品の普及率は 76.5%2018 年8月。数量ベースとなり、欧米と同等の普及率となっている。なお、アメリカ82%、イギリス81%、ドイツ79%、 カナダ70%、オランダ69%、デンマーク54%、オーストラリア50%となっている2013年数量ベース。先発医薬品の承認申請には、発見の経緯や外国での使用状況、物理的科学的性質や規格、試験方法、安全性、毒性、再規制、薬理作用、吸収、分布、代謝、排泄、 臨床試験など数多くの試験を行い、26の資料を提出する必要がある。これに対して、後発医薬品では、企画及び試験方法、安定性試験、生物学的同等性試験の3つの資料と、添付文書記載事項、添付文書案の提出によって、プムダにより審査され、製造承認が下りる。先発医薬品と比較して、 後発医薬品の承認申請資料が少ないのは有効成分に関する有効性、安全性はすでに先発医薬品において確認されている特性試験、薬理試験、臨床試験等ため同一の有効成分を使用する後発医薬品ではそれらの試験の必要がないためである。この考え方は FDA、アメリカ食品医薬品局、エマ、 欧州医薬品庁をはじめ諸外国でも同様に認められており、後発医薬品の実施試験が少ないからといって、先発医薬品と比べて有効性、安全性、品質が劣ることはない。後発医薬品が先発医薬品と同等の薬効、作用を持つことを証明するために、後発医薬品の承認申請には、生物学的同等性試験のデータが必要とされる。 生物学的同等性試験では原則として、人、健常人に、先発医薬品、後発品を投与し、両者の血中濃度推移に統計学的な差がない、ことを確認する。より具体的には、先発医薬品、後発品を、各10から20名程度の健常人に投与し、一定時間ごとに採血を行い、薬物血中濃度の推移を比較し、 両軍の間に統計学的な差がないことを証明する手が取られる。ただし、倫理的な面や、製材特性等の理由から、人以外の動物での試験が認められることもある。日本では、現在、厚生労働省より通達されている、高発医薬品の生物学的同等性、試験ガイドラインに従って、生物学的同等性試験が行われている。 1997年4月以降、新薬の承認時には溶出試験規格の認定が義務付けられ、当該医薬品の後発品についても溶出試験規格が求められていたが、それ以前の医薬品には溶出試験規格がない性いもあった。そこで溶出試験規格がない医薬品のうち、後発医薬品があり、かつ、先発医薬品との同等性を設定する必要がある。 約550成分、約7000品目を対象として、1997年2月から厚生省が品質の再評価を始めた。手順としては、対象成分が選定されると、先に、標準製剤、通常は先発医薬品に溶出試験の条件を設定し、ついで標準製剤と後発医薬品の溶出試験結果を比較、類似していることが確認されれば、 高発医薬品にも溶出試験が設定される。先発医薬品と高発医薬品の溶出挙動が類似しているのであれば、バイオアベイラビリティに著しい差が生じる、可能性はなくなるという考え方に基づいたものである。その結果、現在では先発医薬品との溶出同等性が保障されている。オレンジブックとは高発医薬品の使用促進のため、米国で発刊されているもので、 アメリカ食品医薬品局 FDA が先発医薬品と後発医薬品の生物学的同等性の判定を行い、生物学的同等性試験、その治療上の同等性についての評価を掲載したものである。この本の表紙がオレンジ色であることからオレンジブックと言われている。日本版オレンジブックとは医療用医薬品品質情報集のことで、 上記の品質再評価の経過や結果を掲載したものである。日本版、オレンジブックは通知のごとに発行されるため、一覧性がなく、通知に含まれない重要な品質再評価情報が掲載されないことがあるため、日本ジェネリック製薬協会がこれらを補い、さらに広範囲の情報を掲載したものを、オレンジブック総合版としてネット上で公開している。 オーソライズドジェネリックとは、先発医薬品の製薬会社が特許権をオーソライズ公認したジェネリック医薬品であって、先発医薬品とは別の会社が販売するものである。ジェネリック医薬品は、先発医薬品と有効成分が同等であるが、AG の場合は、さらに、先発製剤と、原薬、添加物、製法、形状、色、味が同一で、製造工場。 効能、効果も一部の例外を除いて、先発医薬品と同一である。そのため、他の後発医薬品と違って、生物学的同等性などの試験を省くことができ、また、先発医薬品からの切り替えに対する医療従事者、患者の抵抗が少ない。これは、先発医薬品の特許が切れる前に発売することができ、さらに、アメリカ合衆国では、180日ルール、 ジェネリック市場での180日間の独占販売権が適用されるため、後から発売される後発医薬品に先駆けて市場を独占できる可能性がある。製造プロセスでいくつかに分けられ、生物学的同等性主権の結果、ジェネリック医薬品としては承認の範囲内でも、先発医薬品とは明らかに AUC や CMAX が異なる場合もあり、 AG と言っても均一ではない。日本発の AG は、フェキソフェナジン塩酸塩状、ソニック、先発医薬品は、アレグラで 30mg 乗、60mg 状ともに2013年6月に薬価修裁された。ただし、アレグラの後発医薬品は起発であったため、先行販売ではなかった。AG とそうではない GE はいずれも一般名。 メーカー名であるため、見分けがつかない。後発医薬品の普及率は、アメリカ合衆国、イギリス、ドイツ、デンマークなどの国家では、数量ベースで7割近くを占めるのに対し、かつての日本では1割程度に止まっていた。これは、ブランド志向が強い国民性が浸透していた医療の現場において医師が、情報提供が少なく信頼性に不安を感じる、後発医薬品よりも、 長年の育薬に基づく豊富な情報が提供され、後発品に比べて、薬効、供給量の安定している、先発医薬品を処方したためと考えられる。OECD は、大多数の患者は、後発薬処方を希望するが、医師の9%しか同意せず、それは、医師収入への影響と、薬剤品質への懸念が理由であると報告している。2007年6月、 経済財政改革の基本方針2007が閣議決定され、2012年度に数量ベースで30%の数値目標を掲げた。後発品の数値割合の定義、旧指標は以下の通り。2009年の OECD 対日審査においては、医療制度改革に一節が裂かれ、後発医薬品の推進についても言及されている。日本は少子高齢化社会を迎え、 医療費上昇に伴って公的健康保険財政は困難に直面しており、その一環として薬価の低い後発医薬品が着目されている。財務省財政制度等審議会、財政構造改革部会資料によれば後発医薬品に変えることで1兆3000億円程度の医療費を削減できるとの試算がある。OECD は米国並みに後発薬を普及させることで 総医療費を7%、GDP の0.5%削減することができるとし、2010年までにシェアを最低でも30%とするよう勧告した。2013年4月、厚生労働省は、後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップを策定し取り組みを進め、2018年3月までに数量シェア60%以上を目標に掲げた。 後発品の数値割合の定義、新指標は以下の通り、2014年に政府は後発薬シェアを2017年までに34%まで引き上げ、それにより保険支出を0.4兆円削減する目標を立てた。OECD はもし後発薬シェアを米国並みに引き上げ、かつ価格が10%低下すれば薬剤支出を半減することができるとしている。 2015年6月末には日本政府の財政赤字脱却を目指す財政健全化計画が経済財政運営の指針骨太の方針2015に盛り込まれ歳出抑制の具体策の目玉としてジェネリック医薬品の広が謳われた5月19日には安倍晋三首相が議長を務める経済財政諮問会議にて民間議員が示した改革案に 業界首脳らはこぞって反対した。その内容は、ジェネリックの数量シェアを80から90%へ引き上げ、さらに2018年度からは、長期集裁薬品に対する公的医療保険の給付額を、後発品の薬価までとして、差額分は、患者負担とする参照価格制度の導入などであった。同年6月の閣議決定において、2017年を鬼に,に、 数量シェア70%以上とするとともに、2018年度から2020年度末までの間のなるべく早い時期に80%以上する目標が定められた。2017年6月の閣議決定において、2020年、令和2年9月までに、後発医薬品の使用割合を80%とし、できる限り早期に達成できるよう、さらなる使用促進策を検討する。 と定められた。薬価調査結果による、後発医薬品の数値割合、数量シェアは、2017年65.8%、2018年9月72.6%。後発医薬品の製造販売を中心とするメーカーは、研究開発への投資、費用、時間が少なくて済む、新薬メーカーのように一つの新薬で莫大な利益を得ることが困難である。 高発医薬品が発売される時期には、先発医薬品の発売から10年以上が経過しているため、十分な副作用情報が蓄積されている。1万1、高発薬特有の副作用が出現した場合にも、先発医薬品と同様に、製造販売後における安全管理基準等を遵守し、副作用情報等の迅速かつ適正な収集、評価、提供を行っており、 医薬品副作用被害救済制度の対象となる。後発医薬品の名称、2005年、平成17年9月厚生労働省発行の医療用後発医薬品の承認申請にあたっての販売名の命名に関する留意事項についてで通知されている。蒸気通知の発出前に承認されたものは、それまでのブランド名のままで良いこととされてきたが、 薬剤師が先発薬との名称類似による誤調剤を回避するため2011年平成23年12月27日日本ジェネリック製薬協会は会員各社に対し2012年平成24年1月から少なくとも毎年10%に相当する品目数を3年間で一般名に切り替えるよう変更を要請した具体的な変更例としては などがある。2015年、平成27年9月4日、厚生労働省は、医薬品産業強化総合戦略を発表し、一般名に、名称変更しない、後発医薬品の独自ブランド品を、薬価基準から削除する、調剤報酬に載せないにより、市場から撤退させることを決定し、実施された。複数の有効成分を配合した、医薬品、 すなわち配合剤の場合、一般名と配合量で商品名を表示しようとすると煩雑になる。そのため、日本ジェネリック医薬品、バイオシミラー学会は統一ランド名称を商標登録し、学会保有商標の使用を優勝で許諾している。商標の利用は、薬価収裁時点から記算して5年間有効とし、期間満了時には更新できる。これは、 商品名乱立を避けるため学会が各メーカーからの要望を受けて決定しているものだが、メーカーに対する拘束力はない。BR2019 年2月までに発表された品目は以下の通りで、デトッキー以外はすべて高血圧承知療薬である。販売名は各統一ブランド名称の後ろに財経と会社名、野号がつく。 統一ブランド名準備中選抜医薬品名一覧も公開されている。2006年4月より処方箋の様式が変更となり、医師が処方箋中の後発医薬品への変更からに署名、または記名を印すれば、先発医薬品の商品名が書かれていても、後発医薬品に変更し調剤することが可能となった。しかし、当該欄の利用頻度が伸びなかったため、 2008年4月より原則として、後発医薬品に変更化とし、特に認められない場合に、後発医薬品への変更フランに署名、または名を委員する形式に再変更された。また、2010年の診療報酬改定により、後発薬処方割合の高い調剤薬局は、その割合に応じて、後発医薬品調剤体制加算5から19点が算定可能となった。 さらに2012年の診療報酬改定により、処方箋に医師が一般名で薬剤処方を行うと一般名処方加算2点が算定できるようになり、これを受けて、院外処方診療所のうち61%が一般名処方加算を行うまでに広がった。現在では、処方箋を調剤薬局へ提出した際、変更不可でない場合で薬局に 公発医薬品の在庫があれば、薬局の薬剤師が患者に対して公発医薬品に変更するかを尋ねるようになっている。しかし、公発品メーカーのうち、どのメーカーの製剤を選択するかを患者が指定できることは保証されていない。もちろん、複数のメーカーの在庫がある場合に、当該薬局の責任において患者に選択させることは可能である。2012年。 平成24年4月1日以降、後発医薬品が存在する医薬品について一定のルールに従った一般名処方の処方箋を交付した場合に医療機関は一般名処方加算、後の一般名処方加算2を算定できることとなった。さらに2016年平成28年4月1日以降は後発医薬品のあるすべての医薬品が一般名、 処方されてい場合に一般名処方加算1を算定できることとなった。このルールが厚生労働省によって定義される処方線に記載する一般名処方の標準的な記載、一般名処方マスターで半月から3ヶ月に一度の頻度で更新されている。後発医薬品と先発医薬品では有効成分の含有量は同一である。 このことは、生物学的同等性試験によって保証されているが、一方で、後発医薬品の副成分、添加物など、や財系、製法は、先発医薬品とは異なる。これは、物質特許の期限は切れていても、製法特許や、製造特許や用途特許は切れていない。または、それらの期限が切れていても、製造工程の細部まで公開されない、といった事情があるからである。 同じ成分の先発医薬品と後発医薬品で効能、効果、適応症が異なることがある。これは先発医薬品が有する用途特許が残っており、それが原因で同じ成分の後発医薬品がその効能、果を耐えないことに起因する。さらに実際に使用した患者や医師からは効果に違いがあるとの意見があり、また、 薬の添加物や材形が変わることによって、例えば薬の溶け出す速度が変化したり、有効成分が分解されやすくなったり、溶解速度が若干遅くなっていたり、副作用が出たりすることがある。内服薬の飲みやすさ、外用剤の剥がれやすさ、塗布薬や点眼薬の効き目にも、先発医薬品とは違いが生じるため、後発医薬品は、 全発医薬品と同等製品と謳っていても、決して、全発医薬品と同一製品ではない。なお同一成分ながら、患者の疾病に対する効能、効果を有していない、後発医薬品を処方、または調剤した場合、レセプト審査の際に、不適切な薬剤を投与したとして、医療機関の診療報酬や、調剤報酬が減点される。2008年、 平成20年に行われた小規模な調査、医師600人、薬剤師400人では、半数の医師が、後発品への変更負荷としたことがあると答えた。医師が、変更負荷とした薬剤で最も多かったのは、抗がん剤、ついで抗圧薬であった。一方、変更化の処方箋であっても、薬剤師が、先発医薬品を選ぶものとして最も多かったのは、抗精神病薬。 抗精神薬、う鬱薬、ついで抗がん剤となった。その一方で、抗発医薬品への変更負荷の指示は、オーダリングシステムによって誘導されているとの指摘も、あり、日本ジェネリック医薬品学会では、これを是正するための使用書を公表した。また生活保護の医療扶助においては、被保護者に対し、可能な限り抗発医薬品の使用を促す。 ことによりその給付を行うよう努めるものとする生活保護法34条と定められている。2008年に厚生労働省は、非保護者に後発医薬品を事実上強制する通知を地方公共団体に発出した生活保護世帯は医療費を自己負担なしの全額公費負担医療となっているため、これは従わなければ生活費の支給を停止するというもので、 後に撤回することとなった。2014年10月、財務省は生活保護受給者に、高発医薬品を使用するよう求める方針を固め、厚生労働省との接触を開始すると報道された。高発医薬品を販売している企業は196社、2017年4月6日現在であるが、国内売上高1000億円以上は、沢井製薬、日以降の2社のみである。 500億円以上では、当は、ニプロ、メイジ HD、三和科学研究所を加えて、6社のみとなる。なお、196社の中には、先発企業も、後発医薬品を販売している事例もある。は、成分名の後に付けられる核メーカーの略称新薬メーカーも、後発医薬品を主要事業の一つとして位置づけており、例えば第一三共は、 インドの製薬会社、ランバクシーを買収して、後発医薬品事業に新規参入し、2010年4月には、日本国内での後発医薬品の子会社となる、第一三共スファを設立し、同年10月より営業を開始した。2016年4月には、武田薬品工業が、長期集裁品事業を会社分割により対象品。 工業、現在の武田手場薬品へ継承する代わりに、対象薬品工業の親会社である手場製薬の株式交付を武田薬品工業が受けたことで手場製薬が合弁会社となり、同年10月に武田手場ファーマに社名変更した。2014年1月1日には、ファイザー製薬がエスタブリッシュ医薬品事業部門を含む4部門編成となり、 特許が切れた医薬品をエスタブリッシュ医薬品と呼んでいる。アメリカ合衆国では民間の保険会社がジェネリック医薬品の使用を奨励している。さらに医師が処方した薬を薬剤師の判断で後発医薬品に変えることができる代替調剤がほとんどの州で認められており、後発医薬品の市場占有率は非常に高くなっている。ただし日本とは違い。 後発医薬品は、先発医薬品とは別の薬という認識が、医療関係者に共有されている。ドイツ連邦では、参照価格制度で、後発医薬品の普及につながっている。また、医師が、処方箋に、代替調剤負荷と記載しない限り代替調剤が、可能である。そのため、薬剤師の判断や、患者の希望によって、後発医薬品に変更しやすくなっている。 イギリスでは、期待される効果に対して薬価が高すぎると評価されると、国民健康保険、NHS での使用が推奨されなくなり、実質的に使用できなくなる場合もある。また、商品名ではなく一般名、成分名で処方を行う、一般名処方が主流となっており、イギリスの後発医薬品の市場占有率は、ドイツに次いで高くなっている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。